こに住んでたよね。じゃあ家壊すわ。おいおい、フォートナイトじゃないんだから。びっくりした。デブになったよね。おー、うー、あ、撃った撃った撃った。またこれでいるか。まだいるかもしれないから探そう。熱い？うん、本当に持っとけ。こっちから声をする。え、今声したよね、やっぱり。人間の友達。え、あきちゃんじゃない？あきちゃん、え、あきちゃんってあれ、あきごろもの。思い出した。何？前さ、ここに住んでたよね、あきちゃん。うん、階段の裏。そうだっけ？そうだよ。え、ここってこと？くれー、こえー、行くの？タカトモより先に小人を見つけたらいいねで教えてね。ワンジーツへタカトモ。ちょっと来て。どこに？アキちゃんの家。階段の下。そうそう。じゃあ家壊すわ。おいおい、フォートナイトじゃないんだから。びっくりした。どうぞ。ね、ママさ、階段の下だと思ったからちょっと見てきていい？なんか多分なんかこの辺でさ、クッキーをもらったとか言ってて、ママ動画でも見たんだ。なに？さきちゃん久しぶりだな、タカ。え、なに、ね、どこどこ、待って、カメラが、カメラがどこどこどこ、見て、ほらほら、ここ。え、どこ？ここ。あ、ちょっと待って、アキさん、アキさんですか？そうだ。アキさん、池に落ちてたタカとトモを助けてくださったみたいで。どうしてたってたち、バタチザルワチタ、ピンタツワチタ、バタチザルワチタ、ピンタツワチタよ。アキさん、そっちへつれ。ありがとうございました。え、なんかすごいいい匂いする。秋の匂いする。本当だ、なんで？秋ちゃんの匂いだよ、これきっと。うわ、今年も会えてよかったね。うん、だけど秋ちゃんちょっとなんか違う。え、なんかバーバみたい。全バーが泣いた。秋ちゃん、でも確かに去年となんかちょっと、確かに去年と比べてちょっと風貌が違う。ちょっとなんかデブになったよね。おー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 、ちょっとそれはちょっとそれはダメだよ、タカ。その言い方聞こえちゃうよ。聞こえてるよ。やっぱ聞こえてんじゃん。この距離で聞こえない方がおかしいわ。でも確かにアキちゃん、ちょっと去年に比べてちょっと、あ、ここら辺がちょっと太デブに。おいおいおい、周りくどく言え。こういう時は周りくどくオブラートに包むんじゃ。ねえ、ちょっとでも、そうだ、なんかアキちゃん苦しそうだよ。足がちょっと色が変。色が、そうだよね。足、だってオレンジか黄色かだったよね、去年は。多分動画で見たけど。そう、私はもう冬衣になりかけているんだ。アキちゃん、冬衣になりかけてる？冬衣って緑色は。確かそうだよ。しかもすごいでっぷりしてたよ、冬衣は。アキちゃん、もしかして冬衣になると秋衣の時の記憶ってどうなっちゃうんだ。だって去年うちら冬衣にもあったけど、アキちゃんとは違う人だったよね。あ、なんだろう、アイス屋さんがあるぞ。いらっしゃいませ。ここってもしかしてアイス屋さんですか？お菓子とアイスがいっぱいあります。ホットチョコレートもあります。本当ですか？じゃあアイスクリームとホットチョコレートください。アイスクリームこれ全部あるけど味は全部同じです。わかりました。少しお待ちください。はい、待ってます。
で待っててって言われたけど、ホットチョコレート来るかな。お待たせしました。あ、来た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 。なに小人、冬衣じゃん。本当だよね。あー、よかったね。あったかいお家に入れてよかったね。めっちゃ温まってるじゃん、幸せそうに。かわいいだね。かわいいだね。そう、私は冬衣になると意識を乗っ取られる。また来年の秋まで、あきちゃんには戻れない。オーマイゴー。そうなの。でも会えてよかったよ。ね、トモ、トモにも見せてあげよう。たっちゃん、捕まえてもいいですか。いいよ、優しく頼む。あきさん、ちょっとゆっくり見せてもらってもいいですか。こっちはい。あきさん、やっぱりポンポンみたいなやつはやっぱり秋衣は3つで、でも足が緑色になって冬衣に変わりかけてきて、この顎のラインがちょっとママみたいになってきてますね。デブになってるね。デブっていう言葉は慎んでください。お太りになっていらっしゃるって言ってくださいね。隠れてた小人は見つけた。いいねで教えてね。本日タタトモ、そのモミジの小人はおちあきみじか。そうだ、おちあきみじかだ。おちあきみじかっていう、おちあきみじか、言いにくいなっていう小人で、おちあきみじか、はい、モミジの葉に似た姿をし、トウチンは3本あるだって。確かにこの頭から生えてる3本がトウチン。これがボン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 。これがトウチンで、これがトウチンで、これがトウチンで、これが両手で、これが、両足じゃない。そういうことだね。このお股から生えてるのは多分あれだね。これが手で、これが足で、これが足で、これが手。そうだね。で、これがおちょっと、話やめてください。続きまして、あきちゃんの説明。あきちゃん、秋季節頃も秋型、トーチンが3本になる、全身赤みを帯び少し太る、トーチンから金木犀に似た香りを漂わせる。そういうことか。秋衣って何。そう、それあきちゃん、秋衣っていうな。で、これ冬衣の見た目が赤い帽子、赤い、ちょっと待ってた、どこ行くねん。サンタさん。あ、わかった、これサンタの帽子だ。そうだね、この冬頃のサンタの帽子っぽい。確かに冬ってサンタの日だ。そうだ、そういうことだ。でね、冬頃になるとトーチンは一本になってすっごく太るの。でっぷりと太る。で、体は緑色になる。だからこのアキちゃんの足が緑色になってきてるのは、もうだんだん冬頃になりかけてるんだよ。こういうの多分ね、分からんけど成長、衣替えって言うちゃう。え、どういうこと。ということでね、今年もあきちゃんに会いました。イエーイ。ありがとう。やったー。あきちゃんめっちゃ顔ダサくない。ダサくない。じゃあ、あきちゃん今年も会ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。はい、ということで、じゃあ今日はあきちゃんに締めてもらう。撃った痛かった。友撃ちました。バイバイキン。